どうもはずむです。本日はタイトルの通り YouTuber として初めて雑誌に掲載していただいたので、そちらをご紹介したいなと思います。それがこちらです。 WWD ジャパンさんです。はい、こちらね、ファッションの週刊誌になります。一応発売されたのが昨日7月の17日になります。でまたこれ来週月曜日になるとまた新しいのが発売されるんですけども、まあ主に一般的な雑誌っていうよりかは新聞のような感じですね。内容も一般向けっていうよりかはどっちかっていうと、まあ、ファッションに携わる仕事をされているような方々が読むような内容にはなってるんですけども、でそれの今回裏表紙ですかね、裏表紙の方に、そろそろ知っておきたい YouTuber の世界という企画の中で YouTuber が4人ほど紹介されてるんですけども、その中の一人として今回ご紹介していただきました。でこの4人の中では僕が多分一番知名度が低いんですけども、僕以外にも以前お店に来てくださったスニーカーを紹介されている YouTuber の宗志さんも、隣に掲載されています。一応サイズがこれなんですけども、だいたい1人とか僕の掲載されているスペースがこんぐらいです。そんなに大きく取り上げていただいているわけではないんですけども、まあ僕自身この WWD 自体はファッションに興味を持ち始めた高校生の時から買って読んでたりしたので、まさか読んでいた雑誌に掲載していただけるとは思わなかったので本当に嬉しいです。でこの WWD なんですけども、どこの本屋さんにも売ってるわけではなくて、結構なんでしょう、マニアックじゃないですけど売ってるところが少ないんですよね。なので一応 WWD ジャパンさんのホームページの方にその取り扱ってる店舗、本屋さんとかが載ってるので、そちらのリンクと、あとネットでも買えるので、そのネットで購入できるリンクの方も概要欄に貼っておきますので、ちょっとでも気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日は初めて雑誌に掲載していただいたという報告動画でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。